Hello, you're listening to After 5 English YouTube blog. こんにちは、After 5 English の久美子です。今日もよろしくお願いいたします。So, I have a question to ask you. Do you exercise? If you do, how often do you exercise? And what kind of an exercise do you usually do? Do you swim? Do you run? Or do you join the gym? I have a gym membership.But I haven't been to the gym for quite a long time. But I was wondering, what kind of an exercise do you do? And if you do, what works for you? Let me know. というわけで、今日もやってまいりました発音コーナーでございます。今日の発音はですね、clap and crap。拍手をする。拍手をするっていうのは clap your hands なので、clap your hand なので、L の音、clap。舌を前に出す clap で crap は、あまりいい言葉ではございません。スラングでもよく使われるけど crap はいわゆるトイレのナンバー2と同じ意味がありまして、で汚い言葉でございます。これを混ぜてしまうと大変なことになるんですよ。 crap your hand ってなったら、はぁ、自分の手に何つけるのって話になっちゃうので、くれぐれも気をつけてほしい。なのでClap your hand っていう風に差別化をしていただきたいんですね。ここなんで気づいたかっていうと、そう、なんかの曲を聴いてて、多分なんか日本のポップソングを聴いてて Clap your hand って言いたかったんだろうけれども、どうにもこうにも日本語のね、ラリロレロってR の音にちょっと近い部分があって、 L って普段発音しない音なので、ここまで舌を出すっていう習慣がないと思うんですね。なので日本語の clap your hand っていうと、おそらくネイティブスピーカーは R の方を想像しちゃうんですよ。 clap、 これ結構 no 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 なので clap、 clap your hand っていう風に発音していただきたい。で clap 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 ね。じゃあ後ろからいきましょうか。 app、Lap, lap, clap, clap。 舌が前に出てることをお気づきですかね。舌の先が上の前歯の下にちょうど当たって clap、 R は crap になるでしょ。なのでこの辺をしっかりとしっかりとマスターしていただきたい。 clap your hand。どうしても crap ってなるとやっぱり舌が巻いてしまうので、巻き癖のある人はここを直してみましょう。 clap your hand ね。で例えば clap your hands together、 clap your hands、 clap your hands、 こうやってね、ちょっとこうリズムを打ちながら clap your hands って練習してみるのもいいし、じゃあ crap はどういう時に使うのなんですけれども、例えばレストランとかに行って嫌なサービスを受けた時とかに all the service was crap とか、あと I had a crappy day、 なんか嫌な一日だったよとか言いたい時に crap、うん、音楽を聴いてる時は crap は使いません。音楽を聴いてる時はほぼ 100% ね、 clap でございます。リズムを打つ時はぜひ clap your hands、 clap your hands で練習してみてください。 See you later!